どうも大瀬秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに、勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。ということでですね、今日はですね、僕の好きな、名盤についてお話ししようかなというふうに思いまして、今回はですね、中森明菜さんのですね、名盤をお話ししようと思うんですけども、僕以前ですね、ビター&スイートというですねアルバムの、動画を、出した時にですね、その前からもそうなんですけども、その時に、このアルバムも私好きなので、やってくださいという、お声が、ありましたので、なのでですね、今回はそちらを紹介したいというふうに思います。で、今回ご紹介する、名盤はこちらでございますね。これ大好きなんですよね。 D404ME というね、エラーコードに出てきそうなちょっと面白いなんかタイトルなんですけども、そしてまあね、一応なんか出し惜しみという風に読んだりする、まあそういう面白い名盤なんですけど、こちら今日はね、ご紹介したいと思います。とっても魅力たくさんのアルバムになっておりますのでね、紹介していこうかなという風に思います。というか、まず、今年の2022年5月ですね、今月の1日にですね、中森明菜さんですね、40周年、迎えたということでございましてですね、中森明菜さん40周年おめでとうございます。大好きです。で、40周年迎えられた中森明菜さんですのでね、まあ本当にですね、まあこのね、僕のチャンネルではいっぱい中森明菜さん大好きなんでね、いろいろと紹介してますけどもね、これからもいっぱい紹介していければなというふうに思ってるんですけども、今回もですね、この、アルバムの概要とですね、収録曲についてお話ししたいなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ前回ビター&スイートという、まあ名盤紹介しましたけども、9枚目のアルバムになっていますということでございますけども、今回ご紹介したビター&スイートというですね、アルバムからいたの4ヶ月で、このね、アルバムが作られたということでですね、結構テンポは早いんですけども、まあ、僕はこのアルバムめちゃくちゃ大好きなんですよね。というのもですね、まあ、このアルバムはですね、中森明菜さん、まあ、知ってるけども、どちらかというとそのヒット曲であったりとかシングルですよね。その、まあ、歌謡曲の中の中森明菜さんというイメージが、がっつりある方にですね、ぜひ聴いていただければなというふうに思います。まあ、前回のビター&スイートもそうなんですけども、一人のアーティストとしての中森明菜さんというものが、よりですね、幅を利かせているということが、わかる、アルバムなんですね。結構ですね、このアルバムですね、まあ、その、いい意味でですね、中森明菜さんの、こう、謎のベールっていうんですかね、そういうちょっと不思議で、ちょっと魅力的な部分、ちょっとシリアスな部分もあるのかな、この人何者なのっていうような、そういうミステリアスな中森明菜さんっていうのが楽しめるわけですよね。まあ、そのアーティスティックというのもあるんですけどもね。というのもですね、この後に不思議というアルバムを出すんですよね。で、この不思議というアルバム、まあ、タイトルの通り、もう、ちょっと、中森明菜さん史上、一番の問題作というふうに言われてるようなですね、アルバムになってくるんですけども、不思議というアルバムはロックバンドの、まあ、ユーロックスさんとかが結構がっつりですね、作曲とか編曲を担当するアルバムになるんですけども、これはもうかなりですね、まあ、プログレとかホラーサウンドみたいな感じで語られることが多いんですけども、まあこれは本当に問題作だなというぐらいですね、ボーカルが全く聞こえないっていうやつですよね。で、これはまあ、問題作、まあミックスも含めて全然ボーカルが前に出てない。で、まあそれでいてですね、中森明菜さんのまあ初のセルフプロデュース作品でもあったりするんですよね、この不思議っていうのが。まあこの不思議っていうのはもう個性が爆発してるんですよね。もともとですね、エクソシストのテーマ曲なんかからこう影響されたということで、まあかなりサイケデリックでもあり、もうめちゃくちゃプログレとかそういう要素ががっつり入ったアルバムなんですよ、この不思議っていうのがね。まあこの不思議を聞いていただければわかるんですけども、これ中森明菜さんのアルバムなのかというような、ちょっとですね、まあ問題作というかですね、まあインパクトがめちゃくちゃある、何これっていう感じ、咀嚼しきれませんみたいなね、まあちょっと慣れてからまあ味がわかってくるみたいな、すごい、まあものを出すんですけども、その不思議という名盤のまあその手前段階のまあD404ME だと思っていただければいいんですよね。まあ、ビター&スイートもアーティスト
的なね側面いっぱいありましたけども、そっからちょっとあの不思議というちょっとすごいアルバムに行く狭間にいる、ちょっとなんだろう、実験的でもあり、ただやっぱり中森明菜という像というのもまだ壊してはいないみたいなね、面白さがちょっと出てき始めたみたいな感じですよね。なんだろうな、ビートルズがサージェントペッパー出す前の感じ、まあちょっと分かりづらいかもしれないですけども、まあそういうですね、まあそういう狭間にいるアルバムなんですよね。不思議という中森明菜さんの音楽のこだわった深海へと潜っていく中森明菜さん、その予兆のような片鱗が見えるアルバムという感じですよね。なのでこのアルバムからもちょっとサイケデリックであったりプログレ的な要素というかね、そういうものもまあ結構見えたりするんですよね、その予兆が見えると。でその予兆が見えて不思議というアルバムで一気にもう中森明菜さんの個性が爆発みたいなね。でなのでね、もっと結構このアルバムもあの実験性っていうものは結構はらんでると僕は思いますね。どちらかというと音楽性としては結構 SE であったりとか、まあそのシンセサイザーですよね、サンプリングとか打ち込み、そういったものをですね結構入れ込んでいる。そしてですね、中森明菜さんのボーカルっていうのもですね結構曲によってですね、まあその原因っていうかね、まあ音量であったりとか歌い回しっていうのが割と変わってくるんだなって僕は個人的な感想として、思いました、ね、でですね、まあ前回のビター&スイートなんかの中でもお話ししましたけども、まあ中森明菜さんって他の松田聖子さんとかね、山口百恵さんとかとは比べると、まあそのアルバムの中でとか曲の中で、まあ作曲家、作詞家、編曲家という、まあこの作家人とかが結構違うグループを作って、まあ曲が生まれてくるっていう、まあ特徴があるんですよね。もちろんね、他のアイドルも別に固定したね作曲家いるわけではないんですけども、ある程度そのアイドルのカラーを決定づけるような、まあ作詞家、作曲家のまあペアとかね、あのチームがいたりするんですけども、まあ中森明菜さんって結構バラバラというイメージがあるんですよね。だからこそあのアルバムの中でもまあ味があって面白いっていうのがあるんですよ。でまあ今回もねかなりね作家陣豪華なんですよ。まあ前回のビター&スイートでもね、久保田誠さんがいたりね、ハワイアンとかフォークソングの人がいたりね、あとまあ井上陽水さんがいたりね、うん、まあしましたけども、まあ今回もねめちゃくちゃ豪華なんですよ。個人的には後ほど曲紹介でお話ししますけども、まあ編曲家にね、まあ久石譲さんが入っていたりね、そのこれもまたすごい世界観なんですね。まあ後藤嗣俊さんもそうですけども、まあ大貫妙子さんとかね、まあ飛鳥さんもそうかもしれないですね。まあ今和の清志郎さんもそうですね。まあそういった結構豪華な座組でまたですね作られてるっていうのがまた面白いですよね。ということでこのですね D404ME っていうのは、まあ一応この読み方はおそらくこのね D404ME だと思うんですけど、一応ね出し惜しみなんていう風にも言われているわけですよね、間柄でね。うん、でまあこれはですねどういうことなのかということで、まあその音楽的な出し惜しみなのかなという、まあそのそうなんか今までシングルカットされなかったような楽曲っていうものを出し惜しみしないで全部出しちゃおうみたいな、まあコンセプトのあるのかなというイメージも湧くんですけどもね。とそれと同時にですね、一応このアルバムはコンセプトアルバムともまあ言われてはいるんですよね。まあこの D404ME というのはまあ一応このアルバムのコンセプトの内容の中に出てくる、まあその倉庫の番号ですよね。倉庫番号、まあよくありそうですよね、 D404ME というね、そういう倉庫番号というものに由来しているということなんですよね。なのでこのジャケット見ていただくとなんとなくわかるんですよね。倉庫の一角を使って撮影したみたいな感じですよね。なんか結構このウィキペディアによりますとですね、衣装カバー用のビニール袋を帽子にしたりとかね、これ衣装カバーのビニール袋らしいんです、この帽子がね、見えづらいと思うんですけどね。あとまあこの、なんかこのコンビニの買い物袋を靴下代わりに、履く、これだからコンビニのあれなんですかね、結構なんだこの辺に落ちてるガラクタを集めて作りましたみたいな感じもある、ワイルドな感じを覚えますよね。うん、なんかそういう仕上がりというか雰囲気、まあコンセプトがあったのかもしれないですけども、それでですね一応このまあコンセプトではあるんですけども、ちょっとミステリアスでありながらね結構一応コンセプトがあるということで、その倉庫番号なんですけども、まあこれはですね一応コンセプトとしてはなんかこういうお話が、ニューヨークに来た、中森明菜さんが
ある倉庫、D404ME という倉庫でママサンドラという自立した女性に出会い、その生き方に共感すると。で、帰国後その中森明菜は、失恋を体験するが、その時には人間的に成長しており、再びママサンドラへ会うためにニューヨークへ旅立っていくというような、まあ、そういうコンセプトチックな部分があると。ただそういうお話はあるけども、そのお話はこのアルバムの曲からは具体的な描写というのは全く見えてこないんですよね。なので一応ストーリーとしてはあるけども、そういった少女の感情的な部分とか、結構精神世界みたいなところを映してるのかなというふうに思います。なので、ニューヨークに来たけどもとか、そういう具体的な描写は曲の中では出てこないということなんですよね。僕は一回クリスマスの、時期に紹介しました伊集院静香さんが作詞をされているミニアルバムサイレントラブ、あれはこうクリスマスのストーリーという意味でコンセプトミニアルバムとして結構がっつりね、その歌の中からもコンセプトがわかるというようなね、アルバムだったんですけども、今回はそういうところは、ちょっとないのかなというふうに思います。で、そういう意味からもとってもですね、なかなかですね、ちょっと複雑なアルバムだなと僕は個人的に、やっぱり思います。ただやっぱりこのアルバムっていうのは、まあ音楽的なクオリティもめちゃくちゃ高いですし、作家陣ももちろん豪華なのでですね、ちょっとですね、曲の方をですね、一個一個紹介していこうかなというふうに思います。はい、まずエンドレスという楽曲でございます。僕はですね、個人的にこのアルバムだったら B 面が好きなんですけどもね、それは置いといて、A 面ももちろん素敵な楽曲です。エンドレス、これはもうね、コンセプトアルバムならではだなというふうに思いますけども、一応このね、雷のですね、そういう SE がですね、そういうものが鳴ってですね、曲が始まるという感じでございます。これはですね、松本一樹さんという方が作詞されております。そして大貫妙子さんが、作曲、井上彰さんが編曲しているということでございます。井上彰さんはね、ビター&スイートの時も、ご紹介しましたけども、結構これもですね、割とがっつりとした楽曲になってるのかなというふうに思います。歌詞の中でもね、自分で決めた譲れないこの道、気ままで汚したくない、強がりと呼ばれても世間に甘えたくない、足跡はいらないわ、明日も素足で歩くとかね、結構この強き女性、結構中森明菜さんのイメージに近い、部分なのかなというふうに思います。ママサンドラに会って変わった中森明菜というものが、描かれてるのか、わかりませんけども、結構これは音楽的にも1曲目としてはかなりキャッチーだというふうに僕は個人的にやっぱり思いますので、名曲かなと思います。そして続いてノクターンという楽曲になりますね。こちらは、アスカさんでございます。アスカさんで、あと赤貝が、編曲ですね。このアスカさんの世界観というのは、僕はアスカさんのファンでもあるので大好きなんですけども、前回のビター&スイートというか、アルバムに出された予感という、これもアスカさんの楽曲なんですけども、それに比べるとですね、結構こっちの、ノクターンの方が、斬新なイメージがありますね。っていうのも、前回の予感はアスカさんの特有のバラード、アスカさんのアルバムのねシーンにも入れられてますので、バラードのね色がやっぱり強いんですけど、これはどちらかというと結構テンポアップしたような楽曲になっていてですね、これは僕は個人的に爽快感もあって好きですよね。で、やっぱりね、歌詞がまたいいんですよね。アスカさんのこの繊細な女心をつく歌詞ですよね。勘のいい女ほど幸せにはなれない、いつからかそう思うようになった、疑うことに慣れて、背を向けるのに慣れて、振り向けば悲しみの息遣い、これもちょっとちょっと悲観的なんですけども、ものすごく女性心のこれもう30代超えた女性のちょっと哀愁みたいなのが僕は個人的に感じますよね。意表をつく歌詞っていうか、繊細なところがすごくアスカさんの魅力ですよね。遊び疲れたようなさよならが記憶の中で、時間の中で色づいていくって、ここかっこいいんですよね。記憶の中で、時間の中でって、ここがね好きなんですけども。続いて3曲目、アレグロビバーチェという楽曲でございます。これはですね、作曲編曲ともに後藤嗣俊さんになっております。作詞が三浦よし子さんね、この方はアイドルの、松田聖子さんもそうですけどね、三浦よし子さん、書いておりますけど、アレグロビバーチェってどういう意味かっていうと、一応音楽的な、用語ではあるんですけども、テンポの速い生き生きとした感じというね、そういうタイトルなんですけども、全然このタイトルとはまた違くて、ちょっとね歌い回しが哀愁であったりとか、ちょっと歌詞とかが、切ない感じますね。切り出していいのよあの子のことを、少し前から知ってた黒いドレス、
来た、今日は大人、今がチャンスよ、さよならするの。なんか随分このなんていうのかな、この3曲聴くだけでも、中森明菜さんがこのアルバムの中でこう自分の道というものを決めて、そこで前を向いていくんだけども、こう過去と断絶していくというような、そういうちょっとですね、なんだろうかな、寺尾明さんのさすらい的な、そういうちょっと哀愁というかを僕は全体的にやっぱ感じますよね。強く生きていくためのまあなんか、通過点をなんか過ぎた、ママサンドラにあってなのかわかんないですけども、そういう中森明菜、少女がですね結構見え隠れする曲たちですよね。はい、そして続いて悲しいロマンス、これ結構僕個人的に、好きなんですよね。まあですね、寿見隆さんという方、この方が作曲してます。まあ、この方他にはですね、ディザイアとかジプシークイーンとかの B 面の曲を書かれてたりとかですね、そして、作詞がですね、許英子さんっていうのかな、この方でございまして、でこの2人が携わってる楽曲っていうのがサンドベージュ砂漠へという、これシングルなんですけども、この楽曲のコンビですよねが携わってるという、中森明菜さんのね、楽曲でございます。編曲っていうのがですね、中村聡さんという、この方はサックス奏者でもあるんですけども、一応この編曲家の、中村さんの意向なのかわからないですけども、結構この全体的な、サックスとか管楽器というものの、ところがですねサウンド的には聞きどころだったりしますね。イントロとかもちょっと、面白いというか、ちょっとプログレ的な感じを感じますね。そして続いてピアスという楽曲でございます。これ作曲が、竹川幸秀さん、五代醐ですね、作詞が岡田文子さんという方、編曲がまあ先ほどの中村聡さんという、方でございます。他の楽曲に比べてはちょっとおとなしめのバラードの楽曲ですね、非常にもういい曲なんですけども、なんか個人的にちょっとこうなんだろう、エスニックというか、ちょっとなんかアジアンな、曲調を感じるのは、竹川幸秀さんっていうイメージが引っ張られすぎてるのかわかんないですけど、そういう風にあります。だから幻想的な、楽曲ですよね。歌詞がいいんですよね。なぜ別れたの？迷いには答えがないから、この切なさに苛立つ真夜中が好き。なぜ別れたの？新しく出会うためさと囁きそうなあなたのあの明るさが好きという、この歌詞がなんていうのかな、ちょっとなんだろう、辛いとか切ないとか悲しいっていうものを通り越して、ちょっとなんか感情がおかしくなってるような、ちょっとなんかいろんなものを達観しすぎたような歌詞というか、ちょっとっていう、大丈夫明菜っていうね、なんかちょっと一回休んだ方がいいよみたいなね、なんか考えすぎかな、なんかそういうちょっと こんなになんか振り切らなくてもとかね、思ったりするんですよね。ここまでちょっと思い詰めてるのみたいな、ちょっと心配になっちゃうんですけどもね、そういう部分っていうのがあるかなと思います。そして続いて B 面です。僕大好きなのは、ブルーオーシャン、これは結構ねこのアルバムの中でも名曲かなと思います。これやっぱすごい、作詞湯川玲子さんね、すごい方ですね。まあ、作曲ノーバディ、これね矢沢さんとかの、ついてた方ですね、そして、編曲がなんと、久石譲さんっていうね、これはすごい異色なコンビ。曲調としてはですね、王道のロックとプログレとサイケデリックの雰囲気っていうものが行ったり来たりするというような、感じなのかな。ノーバディの、お二人が書くサウンドの、まあ、ロックンロールっていうのが、まあ、結構割とシンプルだったりするんですよ。すごいキャッチーで、あ、素敵な曲だなというふうに思うんですけども、まあ、途中とか、まあ、イントロもそうですね、なんかこう歌詞にも出てきますけども、こうストロボのようなあのピンポンパンポンピンポンパンポンっていうような、ちょっと言葉で説明するの難しいんですけども、そういうなんていうのかな、 SE というか編曲っていうんですかね、そこのまああの久石譲さんのちょっと異空間に漂わせる面白い編曲、これがちょっとなんか最初びっくりするようなね、感じを覚えます。とまあちょっとなんかボーカルもちょっとなんか、電話の受話器音みたいなちょっと歪んだ感じの声になってるところがあったりとか、途中で中森明菜さんのこの絶叫とかね、そういうのが聞こえてきたりですね、なんだろうかな、やっぱり久石譲さんの実験的な心、なんかジブリを感じるところもあったりするんですけども、今日は、久石譲さんのなんていうのかな、新しい実験的なサウンドというもの、それも楽しめるなというふうに思います。これはまさにこのアルバムの中の目玉の楽曲だと僕は思いますね。そして続いてマグネティックラブでございますね。ね、作詞がエポさん、ね、作曲が大貫妙子さん、ね、RCA 三人娘でございますけども、そして編曲が清水さんという方でございますけども、まあ、ちょっと、サイケデリックな、楽曲でもありながら、ちょっとなんかファンク的な要素もあると、僕は個人的に思います。まあ、タイトルがマグネティックラブというね、マグネティックというこの、磁石ですよね。磁石のこうふわふわした感じというかね、磁石のなんかこう不可思議
思議な動きをする磁力のなんかそのタイトルというものをまさに音楽で体現している。この曲の中にも磁力がはらんでるようなそんな世界観を味わえるというような楽曲ですね。これ面白いんですよね。途中でですね、ミアモーレのね、この年に出された、まあ、このアルバムにも入ってますけど、ミアモーレのまあちょっとあの一なんか ワンフレーズがあのサンプリングされてるというね、そこも面白いんですけどもね、この時にちょっとアキナさんがこうね笑ったりするんですよね、あーとかね、そういうのがちょっとホラー的な要素もあるというかね、いい意味でね、なんか面白い。これは結構サイケデリックな感じが強い楽曲なのかなと思ったりします。でももうかっこいいですよね。この曲のカットアウトするところもかっこいいんですよね。そしてですね、続いてスターパイロット、これもいいですね、これ千秋哲也さん作詞でございます。そして作曲が今和の清志郎さんでございます、そして小林和夫さんという方も、作曲しております。そして編曲が後藤嗣俊さんでございますけどもね、これも結構ですねキャッチーでシングル候補というお話もあったりしますけども、そして、RC サクセッションが後ほどセルフカバーなんかもしてます、これは結構メロディーとかとっても今和の清志郎さんらしいというかね、結構爽快感そして疾走感にあふれるロックナンバーという感じがしますね。スターパイロットなのでね、そのなんか、まあ、飛行機というかそういった、ジェット機に乗って、うん、なんかこう疾走してるというそういうのも音楽的にも、感じることができますし、なんか途中の、トランシーバーのような、こうなんか SE サンプリング、それもかまた、魅力的だなというふうに思います。続いてですねモナリザという楽曲でございます。これ作曲編曲後藤嗣俊さんでございます。そしてまあ、作詞が、竹花一子さんかな、が、作っておりますけども、これも結構シングル的な楽曲のまあ一応ですねキャッチーであり、名曲かなというふうに思います。このベースラインとかね後藤嗣俊さんらしいなというふうに思うんですけどもね、ちょっとシンセサイザーっぽいモワンモワンとしたベースラインなのもかっこいいなというふうに思います。シングル向きであるというお話からもなんとなくわかるんですけども、このサビの部分とかこの、曲自体の中の中森明さんの歌声っていうのは結構皆さんがよく聴いているヒット曲、それこそミアモーレとかね、うん、あのサザンウィンドとかそういった結構歌謡曲ヒット曲の中森明菜さんのボーカルっていうか歌い声とかね、そのまあミックスもそうなのかもしれないですけども、そういうものが、このなんか、僕はモナリザという楽曲の中森明菜さんの特に声の中ではねと感じたりはします。モナリザになりたいあなたの前で、危ないくらい愛されてモナリザになりたい抱かれるたびにスキャンダルも何も怖くないというね、まあ一貫してこの歌詞の世界観というのは中森明菜さんのちょっと強い女性像っていうものをが前面に来てるなと思います。やっぱりそうですよね。いろいろとこのママサンドラ強い女性にあってかなり影響を受けたんだなというふうに思います。なんかもうその辛いこととか嫌なことっていうものをなんかこうジョークにして笑い飛ばして、まあそれでいてやっぱりこう内省的というか、もういいのよ、もう私は私で生きていくのよ、に愛せる人なんて私にはいないわみたいな、私は勘がいいのよ、繊細だからもういろんなことに傷つくのみたいな、なんか僕の勝手なイメージですよこれは。そういうコンセプトがあるのかなと思いました。そしてまあ異色なのが最後のですねミアモーレなんですけど、これはですね、まあ、一応スペシャルバージョンということでですね、これはね松岡直也さん、作曲、陳寛和さんが作詞かな、うん、まあ、これは言わずと知れたシングル名曲ではあるんですが、まあ、このミアモーレをこの中に入れるというのもちょっと面白いというか、まあ、このコンセプトに若干合ってるのか合ってないのかというと、ちょっと異色っちゃ異色かなって個人的に思います。ただ音楽的には実験的という意味でね、サンバのリズムを取り入れてます。で、このやっぱりスペシャルバージョンっていうのは、皆さんが普段聴いてらっしゃるですね、ミアモーレとはまた違くてですね、まあ、結構サンバ色というか、そういった現地の民族音楽的な要素がかなり強くなってるので、まあ、これもこれで面白いなと思います。ということで今回は中森明さんのですね、出し惜しみ D40ME ご紹介しましたけども、まあ、一貫してこのママサンドラの具体的な描写は出てこないんですけども、まあ、やっぱりこの中森明菜さんが、まあ、ママサンドラというすごい人に出会って、その人の影響で日本に帰ってきて、まあ、いろいろ傷ついたりもしたけども、さらに強くなってまたニューヨークに戻っていくという、まあ、その一人の女性の心の内というものを見事に描いたアルバムなんじゃないかなと思っております。で、音楽的にもかなり作家陣も素晴らしいですし、中森明菜さんの次の不思議というアルバム、これまたやりたいですね、不思議というアルバム、まあ、この不思議というアルバムにつながる中森明菜さんのクリエイティビティというのも垣間見える名盤かなと思いました。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。